天井。天井とは、部屋など構造物内部の上側の面である。天井仕上げ材及び天井下地構成材の総称である。天井には、室内の温度調整あるいは明るさの確保、収納、屋根裏からの塵埃の落下防止といった機能がある。広い部屋なのに天井が低かったり、天井を暗い色彩の色にしてしまうと圧迫感を受ける。また、 住宅でむやみに天井が高いと暖房の面で不利である。日本では、居室の場合、建築基準法施行令第21条により、平均の高さは2.1メートル以上と定められている。なお、学校建築、床面積50平方メートルの場合、3メートル以上という特例があったが、平成17年11月の政令にて削除された。 教室天井高規制を参照。天井の形状による分類としては、平天井、勾配天井、船底天井、下がり天井などがある。鉄骨造りの建造物では釣り機によって、上階スラブから天井面を吊るして支持する構造とした、釣り天井、二重天井が一般的である。日本では二0 1年三月の東日本大震災で大規模空間を有する。 建築物での異の脱落事故が多数生じたことから、天井の脱落防止措置等について、政令の改正が行われ2014年4月1日から施行されることとなった。近世の農家では天井を張らず、小屋組を露出させていることが多かった、養蚕などで2階や屋根裏を作る場合は別。農家でも床の間のある座敷を作るようになると天井を作るように変化していく。 土間部分では火を使うこともあって小屋組を見せるのが一般的であった。寺院建築のうち現存最古の法隆寺近堂を見ると、寮、桁の間に木材を格子状に組んだ天井を作っている。組入れ天井。平安時代以降の和洋の仏道では寮、桁の下に格子を組んだ天井、格天井を作るようになった。格天井は合縁天井とも言う。組入れ天井では、 構造材、量、桁を見せるが、各天井では構造材を隠してしまう。和洋特有の天井の低い、穏やかな空間が生まれるようになった。これらに対して、全宗様など構造材をそのまま見せる、天井を張らない形式の沸騰も多い。書院建築では、天井の作りによって格式が決まってくる。各天井の中で周囲の部分を一段持ち上げるように、 したものが折り状角天井である。二重に持ち上げたものは二重折り状、角天井。二条状書院を見ると、将軍の座る位置が二重折り状角天井で、その下手に折り状角天井、角天井と格式によって、天井の作りも変化させている。隙屋作りの場合、こうした序列は用いず、竿縁天井とする。竿縁天井は小役味等から釣り木で野縁を釣って、 竿縁を渡し天井板をその上に乗せたものである。茶室の場合は、狭い空間の中に、網代天井、駆け込み天井など変化を持たせる。釣り天井は、釣り機や釣り金具で、天井板を釣っている天井である。日本家屋のほか、体育館やホール、トンネルなどでも採用されているが、思考は、簡素に止めている、引っ掛けているだけなど用に対して強度がある状態では、なかったため、 地震、特に、東日本大震災で天井が崩落し被害が多かったことから学校などで対策が講じられている。また笹子トンネル天井板落下事故以降、トンネルの天井施考についても問題が指摘されている。あらかじめ天井を吊り上げておき、標的が部屋内にいる時に天井を落とし、標的を押しつぶして殺害する装置、罠も釣り天井と呼ばれる。江戸時代。 幕府の重臣、本田正澄が釣り天井を仕掛け徳川秀忠の防殺を企てたとされる宇都宮城釣り天井事件がある。中国の住宅建築では、小さな中庭を中心に四方部屋を廃し、あるいは一方が壁となった中庭の三方に部屋を廃して、周囲に繋がった屋根を作る場合がよくあり、その時に庭の上にできる屋根のない四角い空間を天井と呼ぶ。 建築様式によっては、居住空間の上にこの天井を廃して天窓とする例もある。なお、日本語で言う天井のことを、中国語では天下たという。天井の装飾に天井画がある。移動が容易でないため繊細などで建物と共に失われてしまったものも多いが、名古屋城旧本丸五殿天井板絵のように繊細を避けるために取り外され後に、 国宝指定されたものもある。天井下の特定の位置で手を打つと反響を生じるもの。天井に設置される照明には、天井面に埋め込むダウンライト、天井面に直接取り付けるシーリングライト、引き掛けシーリングという器具によって天井面からぶら下げるペンダントライトなどがある。天井に設置される空調設備としては、エアコンディショナーがあるほか、天井線、 シーリングファンと呼ばれるファンも用いられる。詳細は扇風機の項目参照。老朽化や地震によって天井の剥落や崩落が発生する事故を生じることがある。比喩的に物価や相場などの一番高いところのことを天井と言う。パチスロの場合は吸い込み方式やストック機においてボーナスフラグが成立する回転数やコイン、投入枚数のことを言う。 物価や相場などが高騰し、最高値をどこまでも更新していくことを遮る雲のない青空に例えて、青天井という。他に、天井知らずという表現もある。マージャンの得点計算で点数の上限を設けないローカルルールを青天井ルールという。英語で天井をシーリングという。この語は、金額の上限や概算要求基準の意味で用いられる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。